強大な力は仲間を守るためのものだ。仲間を守るためには守備を固めるだけでなく積極的に攻める必要がある。勝利の秘訣は正しい戦術に従い誰にも止められはしないという気合をその身にみなぎらせることだ。決陣、備えあれば憂いなしだ。熱くのごとし。鬼、なんでまた。天領奉行はここ最近荒滝一斗という名の鬼族の青年を探しているのです。悪いことをしたら今までの犠牲が全部無駄になっちゃうぞ。一斉にかかると。今日こそ捕まえてやる。無駄な抵抗はやめろ荒滝一斗。俺は昔ある貴重な札を手に入れてな、それが破れると無数の爆薬が起爆するって寸法だ。ち、バカ野郎が。俺様の目を見ながらもう一度言ってみろ。砕きやがれ。俺様に任せろ。器用の恐りだ。俺様のために道を開けな。身の戻しなすの愚かなのでそこで待ってろ。人間は超越と奇跡を渇望するだけでなく、平凡や普通への追求も我々の想像をはるかに超えているものだ。僕たちがいるこの雪山も、その本質は生命の神秘の巣窟、広大で恐ろしい温床だよ。人々はいつも寒さを恐れ危険を回避するけど、表層がただの表面であることを知らない。騎士のお姉さんも雪だるまを作りに来たの？みんなで一緒に大きな雪だるまを作るなんてきっとすごく面白いよ。どうしたんだ？さっきからぼーっとしてるけど。なくなったのは僕の錬金術ノートだ。僕たちは犯人の正体を知らない。何があっても安全を第一に自分たちの身を守るようにしよう。ん？あ、まずい、雪崩だ。アルベド、一体何をするつもり？はあ。